で、ブレイクの解説はまあ大体それくらいなんですけど、次に75層リーパーの火力についてちょっと、説明していこうかと思うんですけど、まあ、火力って言っても俺火力マジで弱いんで、あの編成がちょっと、まあ、微妙かもしれないんですけど、あどうしようこれいいパワーライズがないな、あどうしようこれ青バラキリト、あでも、うん、パワーライズさんが決まんないな、なんか本当は水属性強化の入れたいんですよ。これただこれがあのパジャマアリスってアリス3枚条件があって、アリス入れる枠とかないんですよ。でこれがあのリーファ3枚条件なんですよ。だからリーファ3枚入れたいんで、あのそうなんで、これ自体が、まあ、リーファなんで、あのこれこことここ、まあ、リーファになってると思うんですよ。だから、まあ、これパワーライズ本当は、まあ、覚醒のにしたくて、ただこれをこの青バラキリト入れちゃうとやっぱシノン条件あるからシノン入れたくなるじゃないですか。でここでシノンを入れちゃうとちょっとリーファ3枚が入んなくなってきて、まあ、こうフルバー抜くあんま抜きたくないんで自分は。なんでまあパワーライズさんで絞ると俺これしかないんですけど、でこれだとあの水属性低下しちゃうんですよね。で水属性低下するとこれがちょ微妙なんで、でもどうしよう、あの覚醒率優先して、うーんどう、あでもこっちなんかよくわかんない、なんかちょっとあのわかる人教えてほしいです。分かる人いたらもうな、とりあえず一旦これで説明しますけど、まあ、基本のあれですよね、あのタレントシフトであのアリス入ってない時に攻撃力が 20% 上昇するパワーライズが入ってます。であの斧はね攻撃力がすごく伸びるんですよ、まあ、攻撃力何十パー上昇かで、あのパーセント上昇の攻撃力伸びるので固定値がいいので、まあ、よりねこのパワーライズが生きてくると。で、ダークコン、あ、じゃあ、シャインコンバージョンなんで、闇ダメ低下のデメリットが、あんまり意味なくなってくるということで、で、こちら、パワーライズ4、俺はパワーライズ4これしか持ってなかったんで、これが入っています。で、これが最近当たった、まあ、ミトで、打属性の弱点ダメ、あと、水ダメもね、なんか、たまたまね、上がるっていうことで、ワルキューレリーファー、これが、まあ、水のやつなんで、まあ、入ってますね。これ入れてます。で、非戦で、まあまあいいでしょうっていう感じの、覚醒効果、攻撃力 5% 伸びるやつ。で、あの、斧は攻撃パーセントが大きいんで、この固定値がすごくいいのと、まあ、ハイバトルヒーリングね、自分の残り HP 依存の効果、フルバーストの方があるんで、まあ、回復があるといいということで入ってます。で、フルバーストアビリティなんで、まあ、もう一回撃てるんですけど、もしもっとあの早く倒せるパーティーだったら、ここを覚醒スキルとかに変えてもいいんじゃないかと思います。で、フルバーストスキル入っているんですけど、まあ、これは、あれ、貫突してないんで、土っていうのを、まあ、裏セットでなんか、まあ、片手コンの、コネクトスキルとかに入れて、まあ、これで、まあ、満たしてって、まあ、撃つっていう感じではあるんですけど、まあ、こっちね、あの広範囲全体攻撃なんですよ。でこ の全体攻撃のモッドがすごく良くて、あのリーパーって、まあ、50必層のメタルリーパーもね、あの全体攻撃のモッドとかすごくいいんですけど、まあ、75層の、ね、スカルリーパー、これね、まあまあ、スカルリーパーのが先に、はるかね、昔に出た、はるかっていうほどじゃないけど、昔に出たやつなんで、で、あの本当にね、範囲が広いやつの方がいいんですよ、なるべく。あのこういうね、これくらい範囲が広いとね、あの結構ね、攻撃判定箇所がね、多いですよ。あの複数の攻撃判定が出るんですよ、腹の部分で殴るとね。なんで、あ、そうですね、あ、これそうだ、これ違うな、ちょっと待って、編成違う、これじゃない方がいいな。着物リーファーだな。なんでかっていうと、まあ、作詞アルゴでもいいですが、まあ、これこういうやつね、あ、ちょコネクトに入ってるな。はい、コネクトに入ってるんで、まあ、ちょっと外して今入れますけど、なんで作詞バフがいいかっていうと、スカルリーパーってクリティカル耐性が確かなかったと思うんですよ。まあ、どっちにしろブレイクするんでいいんですけど、だから最初にその作詞ある人は、まあ、作詞打つみたいなこともできるけど、俺は裏セットでこのフルバーストの条件を満たすんで、まあ、表にキモノリーファーを入れるっていう感じでやっています。
でこれは、まあ、中身はあの敵の HP50% 以上の時って前半効果なんですけど、正直前半効果入れてもあの今の環境のリーパーって、まあ、あの強い人来たら速攻で終わるんで、あのそんなにもうあの別に HP 依存と か, なんかその後半とかまで気にする必要ないのかなって、最初一気にもう削っちゃって、まあ、あとは他の人にどんどん削ってもらうという感じで、全然あの正直あの前半効果だけ入ってても、まあ、後半まあそれなりに火力出ると思うんで、であとは俺51層でも使ってるんですけど、まあこれジャッジメントってちょっとまあモーションは遅いんですが、スイッチゲージ53で、ちょっとね、これがね、このジャッジメントってちょっと遅いんですが、あのスイッチが溜まりやすくて、3点攻撃するだけで159溜まるんですよ。で、150溜まるとスイッチゲージ半分までいくんで、で、覚醒効果が非戦で、まあ、すごくいいということで、まあ、これじゃあね、覚醒効果が噴光なので、まあ、これが、HP 依存のね、斧でね、これ、フルバーストでね、シナジーなんで回復が入っています。で、まあ、これアドバンストルッパーね、まあ、これはあの固定値だから入ってる、これも固定値だから指輪入ってるっていう感じですね。あの固定値だとあの斧やっぱ攻撃パーセント大きいの で, でまたさっき言ったっけだから入ってる感じですね。まあ、本当にねこのね全体攻撃ね、まあ、全体攻撃だとしてもあの範囲にうまく収まらないものもあるんで、それで攻撃判定があまりね当たり箇所が増えないやつとか、まあ、こういうやつとかねあんまり増えなかった気がする。まあもしかしたら上手い人だったらなんか2点攻撃3点攻撃ってできるかもしれないですけど、まあ俺はなんかあんまりあのやっぱいつもうまくいってる方がいいじゃないですか。なんか失敗することがあるやつってあんまり入れたくないんで、で本当に注意してほしいんですけど、そのタゲ、あの火力が注意したいこと、タゲがあの動くかどうかっていう、あんまりそのタゲを奪ってしまうとよろしくないんですけど、あの本当にタゲがめっちゃすごくてっていう人なら、いやでもあの片手直剣片手再建ブレイクだとさすがに動いちゃうか、あのねヘイトをとても集めやすいみたいなのとか、なんかめっちゃそのタゲスキル打つとあの51層のメタルリーパーだともう本当にいくら全体攻撃打っても外れないみたいな感じできるんですけど、おそらくノラではそこまですごい人とか来ないだろうし、そもそも片手直剣とか片手再建ブレイクだとヘイトとても集めやすいっていうスキルがないと思うので、で、片手直剣あのなんていうんだろう、あの本当にあの弱い人とか始めたての人とかその知識ない人が片手直剣でその火力やりに来る人とかいるんですよ。 めっちゃ弱い人来るんですけど、これあの配布でそう初期装備か初期装備でみんな今始めると持ってると思うんですけど、これ敵のヘイト集めやすいって書いてあるんですよ。でこれを腹の部分で撃つ人がいて、であの戦線が崩壊するんですよね。で本当にあのこういうのをやめてほしいと、みんな思っていると思います。でもし火力がそのタゲを取ってしまったらあの本当に動かれてしまって、でリーパーに動かれてる間ってやっぱなかなかその移動しながらあの攻撃当てるって難しいじゃないですか。だからそういう時はあのあなんていうの頭の方まで一旦そのタゲ取っちゃった人が行ってもらって、リーパーがあの動かなくなるようにあの止まるようにあの一旦頭の方まであの追いかけるっていうことをしてほしいです。でまあタゲが取れたらその尻尾の尻尾というか腹とか尻尾の方に火力が向かうっていう感じで、でこれそのタゲが自分の方に向くとこのなんかこの赤い線出てると思うんですよ。自分の方にあのこの赤い線で誰にタゲが向いてるかっていうのが分かると思うんで、こういう線見ながらね、そのもし自分にそのタゲが向いてる、この赤い線が来てて向いてるっていう時はちょっと頭の方まで行ってあげるといいと思います。で火力は必ずブレイクが成功してから全体攻撃スキルを打ってください。ブレイクに成功した時にダメ軽減バフが外れるんですよ、ボスの。だからその時に攻撃しに行ってください。だからこの時ならあの全体攻撃あのいっぱい打って大丈夫なんで、そのブレイク成功時に。だからあのブレイク成功するまで全体攻撃はあの打たないようにしてください。あ、そうだ、ちょっと編成の時にちょっと言うの忘れてたんですけど、これ水属性じゃないですか。で、スカルリーパーって弱点打皮属性なんですけど、75層くらいの属性耐性くらいだったらあの火じゃなくても全然いい、むしろあの
火って確かあの全体攻撃があんまなかったと思うんで、あの他の属性でもいいので全体攻撃であの攻撃判定複数出した方が強いんで、そうですね、他の属性でもいいからその攻撃範囲広いもの、範囲攻撃のものをやるといいと思います。まあ、今の環境ならね、こういうねワルキューレリーファーとかありますけど、昔はあのフルバーストとかない時代はこういうねあのモッドのあの小春、メイド小春みたいなのをみんな使ってました。でまあね、フルバーストならその単体攻撃でも火力出るんでいいと思うんですけどね、まあ、51層でもねやっぱねフルバーストね結構ね尻尾の方で使ってる人がいますね。でこれが、新シード36さんっていう方が動画で使っていいよって言ってかなり前にあの送ってくれた動画なんですけど、これですね、まず自分がロードが早いためタゲを取られやすいっていうのは、まあ、さっき言ったと思います。先に言ってもらうためにあの作詞のアクスアルゴですね打ってちょっとあの待つっていうかブレイク担当を先に行かせるっていう感じで、それでスタートですね。でマップ右上まで行きまして、でここブレイク担当が来てるのを確認します。ブレイク担当が逃げたっていうことはあの担当じゃないブレイクが来てる、つまりあの片手直剣ブレイクだったら再建のブレイクタイマーが来たってことですね。だからもう一人が追いついてないんだな、逃げてるから追いついてないんだなっていうのを、まあ、あの火力側が確認してる場面ですね。こちらで動くかもしれないのでっていうのはそのタゲが外れてあの動かれるかもしれない、で動かれるとそのタイムロスになってしまうじゃないですか。でタイムロスになるとその覚醒の、 あの覚醒タイムって限られてると思うんで覚醒時間がもったいないじゃないですか。だから覚醒せずにあえて待つ、そのちゃんとブレイク担当がタゲ取ってくれてブレイクしてくれるっていうのを確認するためにこれはちょっと待ってるっていうところですね。まあ今の環境なら別にすぐ終わるんで、まあ、この時点で覚醒しても別にいい気はしますけど、まあパーティーメンバーによると思いますね。でこの時点で2人揃ったようですね。でこれで動かれたのでちょっと追いかけるっていう感じですね。で今ダブレイクが来ました。でダブレイクリーパー動くじゃないですか。で動いた時にあのブレイク役が追いかけるんですけど追いついていなかったみたいなんですよ、1人が。でダブレイクタイマー来た時にやっぱ1人だけ来てもブレイクできないことがあったりもするんで、まあ、あるのかな、多分あるとは思うんですけど、だからちょっと追いついてないのかなと思ってこれはダブレイクを手伝いに行くって書いてありますね。でこれでちょっと様子を見に行ったら、まあ、反対側から、まあ、1人来てたということで、まあ、結果的には無駄足になったっていう風には書いてあるんですけど、まあ、マップ確認すれば、まあ、よかったって言ってるんですけど、そんな、 なかなかねそんなあのマップいちいちこうやって確認しながらねこうやって全体見ながらやってきる人ってなかなかいないと思うんで、まあ、これは全然ねあの、まあ、これくらいはねあの無駄足とは言ったけどね、これくらいは別に、まあ、いいとは思いますけど、まあなんかやっぱちょっとでもタイムが早くなると楽しいじゃないですか。なんかそのなんていうのタイム縮めるのってまあ例えば効率よくするためっていう風によく考えられるんですけど、まあ1秒2秒くらいなら別に効率とかどうでもいいじゃないですか。なんですけどでもその1秒2秒変わるっていうのを楽しみにしてる人もいるんですよね。でこの時点でブレイクがまだできてない、スイッチすぐに打てば間に合うと判断って書いてあるんですけど、これどういうことだろう。多分スイッチをあのブレイク役があの打てば、まあ、間に合うっていうことなんでしょうかね。ダブレイクの途中かなこれ。あ、これダブレイクの途中ですね多分。これが、ダブレイクの時点なんで、ここであのブレイクがされること前提で火力スキルを打ったってことですかね多分。でブレイクがされてると思ってあの打ったんだけどまだできてなかった。でも、まあ、スイッチすぐに打てば、まあ、このダブレイクは成功してくれるだろうと信じてるっていう場面ですかねこちらは。でまあブレイクが、まあ、ミスがないかっていうのをもう一回念のため確認したみたいですね。で攻撃のマークが消えたっていうのはこれあれですね、あのボスの攻撃ってあの範囲が出るじゃないですか、範囲表示されると思うんですけど、この攻撃のマークが消えたんで、あブレイクが成功したんだなって、まあ、ブレイク成功したら、まあ、ボス見たら分かるんで、まあ、あのまあ別にあの、まあ、分かるとは思うんですけど全然。であとはねあのご利用しっていう感じですね。あのブレイク成功したんであのブレイク成功中にどんどんあの火力スキルを打っていくっていう感じですね。まあ、この動画だとあれなんですよ、まあ、そのタゲが動かないっていうのを前提で動いて、まあでもそんな
あれですね、結構ブレイク成功するまで様子見ながらやってたんで、まあ、これでいいとは思うんですけど、本当にタゲが外れるとちょっと面倒になることがあって、まあ、単純に動かれるだけじゃんって思うかもしれないんですけど、なんかそれだけじゃなくて、いろいろその攻撃外してバースト条件が満たされないとか、いろいろ噛み合わなくなる場面もあるんで、まあ、ちょっとタゲを取らないように気をつけた方がいいとは思います。まあ、普通にねやってればそんな外れるとは思わないんですけど、まあ、このねそのブレイクダブレイクの時にもう一人がね行ってるっていうのを確認してればいいっていうのは、ここはちょっとね高度なプレイングだと思うんですけどね、最初はねそこまでね気にしなくていいと思います。慣れてからそういうのはね意識した方がまあいいのかなと。まあね、こういうのね周り見えてくるとすごくいいと思うんで、周りをね見ながら火力ぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。